ほい、ということでね、イベント結果いきましょうか。うん。はい。ですね、とりあえずその、今日の動画は少々お待ちください。この後撮れたら撮りますけど、ちょっとね、6時とかには間に合わないね。まあ、でもこの動画自体6時に間に合ってないと思いますけども。まあ、とりあえずまあ、今日中にはあげます。では、結果発表いきます。美しゅう。フロスト、結果発表。はい。25,458 ポイントで、16,005位入賞。はい、ありがとうございます。なんとか間に合いました。なんとか。最後の2時間、ちょっとね、最後の2時間で7000ポイントが入れ、7,000、8,000ポイントが入れました。ギリギリ。ボーダーが、こっちか。2万ボーダーが、250。僕が254。危ねえ。危なかったね。1万ボーダーが127か。まあまあ、ここは無理ですね。ハイスコアの方が僕が15,000ですね。銀トロボーダーが124で僕が121だったので僕は無理でしたと。銅トロボーダーは11、11まで来たんだね。結構伸びたね。というような感じでね、まあまあまあ、良かったなと。まあまあ、とりあえず2万以内にキープできたので良かったなと思います。ということで、また、いつも通りの、アイドルのね、特訓の後のストーリーをぜひぜひご覧ください。今日の動画は後であげます。以上。別れることが悲しいんじゃない？手で触れられないことが、名前を呼ばれないことが悲しいんだ。まあ、私たちはいつまで一緒にいられるのかな。おー、スノーフェスティバルってこんなにすごかったのか。プロデューサーさん、もっと見て回ろう。せっかく来たんだから楽しまないともったいないって。あー、楽しかった。綺麗な雪像いっぱいあったよな。天使とか有名人とか、あとアニメキャラのも見れたしもう大満足。あ、今ちょっと心配そうな顔したろ。大丈夫、忘れてないって。私たちがあの会場でライブをするってことはさ、そのために事務所でちゃんとレッスンをしてきて、こっちではプロデューサーさんともそので遊んだんだから。プロデューサーさんにはこれでも感謝してるんだ。曲のため、ライブのためってことで私たちと一緒に北海道を楽しんでくれたから。ありがとう、プロデューサーさん。あ、こら、ニヤニヤするなよ。もうこっちは恥ずかしいの我慢して言ったんだからな。見てろよ、今にそんな顔できなくさせてやるから。誰かを思う気持ちはたとえ自分自身にも止められない。見ててくれよな、プロデューサーさん。私たちを信じてくれたその思いに絶対応えてみせるから。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもぜひぜひよろしくお願いします。Twitter、サブチャンネルもやってます。よかったらチェックしてみてください。というわけで、ありがとうございました。バイバーイ。